久保さん、まあ、確かにね、極端、ビジネスは極端じゃないとダメかもしれないですね。バランスよくは無理ですね。確かに。一点張りしないと、まあ無理なとこありますよね。まあどれもかしこも100%出せるっていうのはね。例えば、なんだ、飲食店100%、なんだあー、ネット、ネット100%、全部100%みたいなね。ホテル経営100%とかね。うん、アパホテルも一点張りでね。 アパ出しまくったと思うんですけど <laughs>、ね、なんでまあ,あのビジネスであの成功していくうまくいくためにはやっぱまあ王道としてはもう一点集中120%出していくっていうのがまあこれ間違いないかなと思います。 うん、もちろん収入の柱はたくさんあった方がもちろんいいんだけども、柱になる前までにみんな違う柱に行っちゃうんで、まず柱主軸を作ってから次ですよね。だから久保さんもネットワークビジネスやるってなったらブワーやってね。で、出してからって話で、やっぱ、まあ、一点集中しない限り、まあ、無理じゃないかなと思います。ただ、情報ビジネスにおいては、なんだろう、いろんなことを手をつけてもそれは話せるので、情報ビジネスだけは、 やりながらできるっていうね、これもメリットとして多いかなっていう。例えば FX を100%でやったとしても、なんだ、5分でもいいんですよ。今日こんなことやりましたって言えるじゃないですか。まあ5分ぐらいはね、まあいけるだろうと思うんですけどね。だから情報ビジネスってね、超楽勝ですよね。だからもう、なんか200%やってたとしても、それがネタ、逆にその100%でやったことがネタになって話せるので、だからもう無敵ですよね。 情報ビジネス無敵。これ以上のビジネスは僕ないと思います。うん。だからやるべきだと思いますけどね。なんでやんないんですかね。いってらっしゃい。